写真拡大。阪神のドラフト1位西純也投手18走志学園が新人8選手が7日兵庫西宮市内の鳴尾浜球場で自主トレーニングを行った。前日6日に入寮した西純、同3位の及川正隆投手、横浜同6位の小川一平投手、東海大九州の3人は早速グラウンドでキャッチボール。練習しやすい環境なのでいい練習ができましたと振り返った。春目の投げ始めだったが驚いたのは2人。小川が高校生じゃないような球を投げていたといえば、及川もいい投手というのは知っていますし、すごくいいボールを投げていたと舌を巻いた。高い潜在能力を秘める将来のエース候補。新人合同自主トレは8日から本格的にスタートするが、入寮即始動でレベルの高さを伺わせた。